ミシア・セールはポーランド系のピアニストでパリで芸術サロンを主催した。ミシア・セールは多数の芸術家のパトロン、友人であり、しばしば芸術家のモデルも務めた。マリア・ゾフィア・オルガゼナイダ・ゴデプスカは1872年3月30日にロシアのサンクトペテルブルク郊外のタールスコエセローで生まれた。父のツェプリアン・ゴデプスキはポーランドの有名な彫刻家で、 サンクトペテルブルク美術大学の教授だった。母のゾフィア・セルベは、ロシア人とベルギー人の家系で、ベルギーの有名なチェリストである、アドリアン・フランソワ・セルベの娘だった。夫が不倫に没頭していることを懸念した、妊娠中のゾフィアは、チャールス・コエセローまで旅し、そこに、当時の丈夫と住んでいたコデプスキーを驚かせた。ゾフィアは、娘のミシアを産んだ後に死亡した。幼児のミシアは、 ブリュッセルに住む母方の祖父母のもとに送られ、そこに住んだ。セルベケは音楽一家であり、有名な音楽家のコンサートを主催した。フランツリストはセルベケの友人だった。ミシアはこのような環境の中で音楽教育を受け、幼少の頃に祖父によって楽譜の読み方を学んだ。祖父の教育によってピアニストとしての才能を発揮するようになった。 ミシアの父は数回再婚したが最終的に娘を呼び戻し自分と新しい義母と共にパリに住ませた。ミシアはブリュッセルの祖父母の家の名残を惜しんだ。父はミシアを修道院付属のボーリングスクールであるサクレクールに入れ、ミシアはそこで6年間を過ごした。彼女の唯一の楽しみは週1回ガブリエル・ホーレから受けたピアノレッスンだった。 15歳の時に義母と抗論になり、家を去って、ロンドンに移った。数ヶ月後に、パリに戻って下宿し、ホーレの紹介した学生にピアノを教えることで、自活するようになった。ミシアセールを描いた絵、アンリド・トゥールーズ・ロートレック、ミシア・ピエール・オーギュストル・ノワール、ミシア・セール、トゥールーズ・ロートレックが、ラルビュブランシュ表紙に描いた、ミシア21歳の時、ミシアは20歳のいとこで、 ポーランドからの出国者であるタデナ・タンソンと結婚した。ナ・タンソンはしばしばパリの芸術的、知識的サークルに現れた。彼は友人のレオン・ブルムやドレフィス支持者と共に社会主義を理想とする政治的信条を持っていた。サンフ・ロラン通りの自宅はマルセル・プルースト、クロード・モネ、ピエール・オー・ニュストル・ノワール、オディロン・レドン、ポール・シニャック、クロード・ドビュッシー、ステファノ・マラルメ、 アンドレジットといった指導的文化人の集会所になった。娯楽は贅沢だった。アンディド・トゥールーズ・ロートレックは、ナタンソンのパーティーでバーテンダーを務めることを楽しみ、色鮮やかに層をなした酒で、プースカフェと呼ばれた強力なカクテルで有名になった。人々は主催者の魅力と、若さに魅了された。1889年、ナタンソンは、新しい才能を育て、 ポスト印象派であるナビ派の作品を紹介するための雑誌ラルビュー・ブランシュを創刊した。ミシアはこの雑誌のミューズでシンボルとなり、トゥールーズ・ロートレック、エドアル・ビューヤール、ピエール・ボナールによる広告ポスターのモデルになった。ルノワールによるミシアの肖像はテート・ギャラリーが所蔵している。マルセル・プルーストはミシアを実話小説 失われた時を求めての登場人物であるベルデュラン夫人の原型として使用した。ナタンソンのラルビュ・ブランシュは彼の政治的行動と結びついており、それには大量の資金を必要としたが、ナタンソン一人では資金を供給できず、講演者を必要とした。ナタンソンは新聞界の大物でパリの主要な新聞であるルマタンの創刊者であるアルフレッド・エドワーズに接近した。 エドワーズはミシアに魅了され、1903年に彼女を自分の丈夫とした。エドワーズはスポンサーになる条件として、ナタンソンが妻を手放すことを求めた。1905年2月24日、ミシアはアルフレッド・エドワーズの妻になった。ミシアと新しい夫は、チュイルリー宮殿に望むリボリ通りの家で豪奢な生活を営んだ。ここでもミシアは芸術家、 作家、音楽家を自宅でモテなした。モーリス・ラベルは、博物誌のうちの白鳥王とずっと後にラバルスをミシアに検定した。有名なオペラ歌手のエンリ・コカルソーが聴衆をナポリの歌で楽しませる間、ミシアはピアノで伴奏した。しかしエドワーズは、不実な夫であることがわかり、1909年に離婚した。1920年、ミシアは、 スペイン人の画家ホセマリアセールと三度目の結婚をした。この頃彼女は文化的調停者として君臨するようになり、それは30年以上にわたって続いた。ポール・モランはミシアについて天才の収集家で彼らすべてはミシアを愛していたと記した。ミシアが会おうと思うには才能を持たなくてはならないと認識されていた。ミシアのサロンにおいてエリック・サティがピアノで 梨の形をした三つの商品を演奏しているのを聞いている最中に集まった客はサラエボ事件のニュースを聞かされた。セールとの結婚生活は感情的に波乱を含んでいた。夫はロシア貴族のムディバニ家の一員であるイザベルルサダナ、ムディバニ、通称ルシーと関係を持った。ミシアは夫が他の女と関係を持つことになれようと努めた。 またミシア自身もルシーと関係を結んだ。しばらくの間、三人は三人婚の関係を維持した。しかし、結局1927年12月28日に離婚した。ミシアとトゥールーズ・ロートレック・セール家の交友範囲には、ボヘミアンのエリートや、社会の上層階級を含んでいた。道徳的に自由な人々の集まりであり、感情的、性的な密通がはびこっていた。 それはさらに薬物の使用や乱用によって火を注がれた。ミシア・セールは女優セシル・ソレルの家でファッションデザイナーのココ・シャネルと会い永続的な関係を結んだ。1919年12月22日にシャネルの愛人であるアーサー・カペルが自動車事故で死亡した時残されたシャネルに感情的支援を提供した。ミシア・セールとシャネルの関係は似た魂を持つ。 物同士の絆であり、セールは、シャネルの天才、致命的な基地、皮肉、狂気の破壊性が、すべての人々の興味をそそり、驚かせる点に惹かれていた。共に、修道院で育てられた二人は、友人としての関係を維持し、興味、信頼、薬物使用を共有した。ミシアは困窮した友人に対して、気前がよく助けを惜しまなかった。詩人ピエール・ルベルディが、 ソレムのベネディクト会修道院に閉じこもるための資金を必要としたとき、ミシアは財政的支援を行った。ミシアは長期にわたって、セルゲーディアギレフと共同し、バレーリュスのダンサーたちとの友情から、衣装デザインに関する提案や振付に至るまで、すべての創造的な面に関わり、しばしば財政的困難に陥った、このバレエ団のために資金を供給した。 デトルーシカの初演の夜には衣装の差し押さえを防ぐために必要な四千フランをミシアが提供した。ディアギレフがベネツィアで死に貧している時、ミシアはその傍らにいた。1929年8月にディアギレフが没すると葬儀の費用を払い、バレエ界に極めて重要な影響を及ぼしたこの人物の栄誉を称えた。ミシアは 第二次世界大戦中のナチスによるパリ占領を乗り切った。彼女のこういう仲間のうちのある人々は戦時中の行動や忠誠心が有罪とは言えないまでも疑わしかったのに対し彼女は人格に対する重要な非難を受けることはなかった。1950年10月15日パリで没した。バリーシンガーの作詞バーノン・デュークの作曲による ミュージカル、ミシアは、ミシアセールを主題としている。シンガーは2001年に初行を書いた。2015年に PS クラシックスからキャストレコーディングとして販売された。ブロードウェイのプロデューサーの興味を引いたものの、実際の舞台に乗せられたことはない。ありがとうございます。